どうもこんにちは、プロドローンインストラクターの橋本龍です。今回もドローンとは直接関係ないんですけども、実は僕ドローンを使う前にあるカメラをずっと使ってました。 GoPro Hero です。で、今回 GoPro Hero 8が出ましたよね。結構これ早いリリースだなと思ったんで、どんなものかなと思って内容を確認してみたら、おそらくオズモアクションに対抗するために早めにリリースしたんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まあそういうことでですね、今回 GoPro Hero 8とオズモアクションを、アクションカメラずっと使ってた僕としてどういうもんかなというものを確認してみたいなと思ってます。GoPro Hero 8、ちょっと GoPro の歴史ってちょっと長いんですけども、2008年か9年くらい、2010年くらいですかね、 GoPro Hero HD というのが出て、それを使ってたんですけども、もちろんそのバックカントリースキースノーボードで使ってました。感動でしたよね。何しろ好きな映像が自在に撮れるっていうところで本当に楽しかった。編集もまだあの頃は Mac を使って編集してたので、そんなにね、画像もファイル、動画のファイルも重たくなくて、編集もできてすごい楽しかったなっていう思いがありましたね。それから Hero 2、3プラスのとか、ブラックエディションとかいろいろ出ましたね。そして Hero 4になって、で Hero 5まで使ってました。そういったところから、もう一つ、あの GoPro Hero 8のレビューをしている、YouTuber の方々たくさんいらっしゃいますけども、どうもちょっと僕が使ってる使い方と違うんですよね。基本的にいわゆるレビュアー系の方々というのは、普段で、ブログを Vlog ですねを使う時に、使い方がどうなのかっていうやり方が、レビューの仕方が多かったんですけども、僕の場合基本的にはアクションカムをアクションスポーツで使ってますので、細かい使い勝手っていうのはね、それなりに承知してるつもりなので、今回レビューしてみようかなと思っています。今回の GoPro Hero 8で一番の特徴っていうのが、マウントのところがビルトインになりましたよね。これいいなと一瞬思いますよね。それとマイク性能がさらに向上したり、フロントサイドの LCD が 14% 明るくなったりといったところもあるようです。アクセサリー関係を MODS というパッケージにして、コールドシューが2つついたり、あと 3.5 ミリのマイク端子がついたり、 HDMI の端子がついたりしてますね。これはなかなか悪くはないと思います。それともう一つ、ショットガンマイクです。ショットガンマイクって何かというと、あるかな、ショットガンマイク、ショットガンマイク、ちょっとあったあった、これこういったマイクですね。こういうもので、遠くの音を、そこだけ集中的に撮るっていうマイクなんですけども、これおそらく GoPro 使ってセルフィーで Vlog やってる人なんかは、音がとにかく撮らないっていうところで、ちょっと満足いかなかったんだろうなというところで、そのモッズにですね、ショットガンマイクをつけたということだと思います。気になるところだと、ハイパースムースの 2.0、デジタルスタビライザーですね。それと8倍のスローモー撮影も可能と。そしてブーストという機能がついて、スローモーで、ブーストがかけられるので、これはいいですよね。それと、なんといってもタイムワープ 2.0 です。タイムワープっていうと、長い距離、長い時間を短い時間に
まあ、ギュッと圧縮するハイパータイムラプスじゃないですか。でそれがリアルタイムワープになると、まあ、1倍のスピードまで落とすことが可能なので動画の編集のアクセントにはなりますよね。これは便利だと思う。デジタルレンズがビルトインされているということで、まあ、ナローから始まってライナー、ワイド、スーパービューという形で、まあ、スーパービューはもう GoPro 独特なあの広角感ですよね。あれフィッシュアイくらいまで広げられるのにあの広角感で動画を残せるっていうのはいいですよね。まあ、そういったものがデジタルレンズという形で設定できるようになりました。また撮影プリセットも可能になったそうです。まあ、この辺は DJ オズマアクションを意識して作ったんだと思います。まあ、そんなこんなでちょっとこれ完全にオズモアクション意識したリリースだと思うので、オズモアクションと GoPro Hero 8、まあ、僕がアクションカム使いとして気になるところを比較してみたいなと思ってます。まあ、GoPro 8がリリースされる直前、 DJ オズモアクションもファームウェアのアップという形でハイパーラプスが追加になりました。ハイパーラプスの動画を撮ってきたので、まあ、背景で見ながら比較してみたいと思います。こんな感じです。あんまり変わんないかな。まあ、ただですね、さっき言ったリアルタイムワープがあるので僕はハイパータイムラプスとしては GoPro 8の方がすごいなと思います。有名のはレビュアー系の YouTuber でジェット大輔さんっていうすごい方がいらっしゃるんですけども、その方も GoPro 8をレビューするときにアクションカムのような使い方はしないと、いわゆる Vlog ブロガー目線でレビューをしてますと宣言してました。僕らみたいに過酷な山登ったり、まあ、冬山ですけど登ったり、まあ、そこ滑ったり、カヤック漕いだり、まあ、海潜ったりっていうことはあんまりしないでしょうから、まあ、逆に GoPro らしい点というところから言うと、まあ、僕らの方がよく分かってるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、元々 GoPro っていうのは創業者のニック・ウッドマンってサーファーなんですよ。で彼が最初に自撮りでイケてるシーンを、まあ、サーフィンしてるところのシーンを静止画撮りたいなっていうところが GoPro の始まりなんですね。実はサーファー、スノーボーダー、スキーヤー、スケーターもそうかな、あのスケートボードの方ですね、スケーターなんかもそうだと思うんですけども、基本的に自分が大好きなので自撮り結構好きなんですよね。まあ、昔から僕もデジタル一眼レフで、まあ、山登って撮影したりすると、まあ滑ってる人たちはすごい喜んでくれますし、僕もデジタル一眼持ちながらテーブルトップとかスノーボーダーと一緒に飛びながら空中から撮影なんていうのをしてたんですけども、まあ今はドローンがあるのでそういうことしなくて済みますね。まあ、そういったところから見ると、まあ、ニック・ウッドマンが考えてるっていうのはやっぱり GoPro、誰でもプロになれるよっていうところでアクションカムを使いたいというところのコンセプト、そういった DNA が GoPro8 にも生きてるんですね。まあ、ところがですよ、まあいろいろあって、まあ、DJI が Osmo アクションというものを、まあ、ついこの間リリースしましたよね。これがもうびっくりするくらい DJI を凌駕してるんですよね。まあ、細かいところですけども、まあ、水中なんかを撮影した時に水からバッとこう水面から空中に上げるじゃないですか。そういった時の、まあ、レンズのフィルターの水の切れ方とかがやっぱり DJI の方がサッと切れるんですよね。まあ、そういった細かいところもあるんですけども、まあ、今回は GoPro8 の情報しか入っていないので、まあ、そこの分かっている限りで僕が気になるところを比較してみたいなと思います。まずフロント液晶ですよね。自撮りすると思うんですけど、今ちょっと昔の GoPro の自撮り系の動画を出してると思うんですけども、自撮りをするときに一番気になるのが映ってるかなっていうところですよね。まあ、画角が広いので映ってるのは分かるんですけども、まあ、後ろ側にですねパウダーをこう巻き上げるシーンとかも入れたいんですよね。それ
前が映ってるかどうかが本当に気になるというところで、フロントのモニターっていうのは待たれてたんですけども、まあ、オズマアクションで出てきたのですげえなっていう感じですよね。まあ、一方今回はモッド、もしくはモッズっていうんですかねっていうもので、まあ、後付けで液晶がフロントビューとして見れるような形の液晶があるんですけども、これねやっぱりねニックウッドマンね不器用なんですよね。 GoPro って後付けじゃダメなんですよ。なんでかっていうとスキーウェアとかのポケットに入らなくなる、重たいんですよね。そして冬場は電池が消耗するのが早いので、そういった余分なものをつけたくないんですよね。まあ、そういったところで考えると、まあ、フロントモニターに関してはオズマアクションに軍配が上がるんじゃないでしょうか。ハイパータイムラプス、まあ、これね GoPro でいうところのタイムワープ2なんですけども、これね撮ってみた限りだとあんまり気にならないですね。というのがハイパータイムラプスだけで動画を編集しようっていうチャンスがなかなかないんですよね。まあ、どっちかっていうと B ロール的な使い方したり、まあ、旅をギュッと凝縮して工程を印象付けるためにっていう時はハイパータイムラプスですね、タイムワープこれ使うんですけども、そんなに対応しないので、まあそこそこあればいいかなっていう感じですね。これはあくまでも僕の考えです。そしてスローモの手ぶれ防止、手ぶれ補正ですね、これ GoPro8 の方がすごいと思います。 120fps ですのでスローモが取れてかつ手ぶれ補正が効くっていうのはいいですね。でどういう時に使うかっていうと、まあ、大体積雪30センチくらいのフレッシュスノーが降った時に、まあ、薄くスライドさせながらスキーをずらしながら白煙上げるんですけども、それがねスローモーションで撮れたら最高ですよね。しかもスタビライズされてるって、これ編集も楽だし自己満足感がもうグッと上がりますよね。まあ、ということでこのスローモーに関しては GoPro8 の方が上ですね。これまた DJI ファームアップでなんとかなっちゃったら怖いですよね。でナイトタイムラプスというところで GoPro8 が出てるんですけども、実は DJI のタイムラプス GoPro も 4K で撮影可能なんですけども、 DJI の場合はマニュアル設定にしてなんとワンシャッターでシャッタースピードが25秒まで切れるんですよ。で25秒まで切れるっていうのはどうやって使うかっていうと、まあ、光を ND フィルターで、まあ、抑制させて、まあ、夜なんかの高速道路や都心部の幹線道路そういったところに、まあ、ヘッドライトをつけた車が通るときに光の筋が撮影できるんですね、長時間露光すると。まあ、それをタイムラプスで使えるっていうのはかなり大きいです。そういった機能が DJI のオズモアクションにはついているので、これはねあまり変わらないんじゃないかなと思ってます。でこれ確認しないと分かんないところなんですけども、マイク性能ですよね。 GoPro マイク性能が昔から悪かったんですよ。なんていうんですかね、シャリシャリ音が常にして、でカタカタ音も拾う、でマイクを2つにした時もあんまり向上してなかったので、今回はマイクに期待したいですね。一方オズモアクションは比較的マイク性能いいと思います、はい、なのでそのまま使ってもアクションスポーツとしてはいけるんじゃないかなと思ってますね。実際使ってみないと分からないです。で最後に、まあ、GoPro ダメなとこ、これで GoPro 愛するがゆえに言いますけど、 GoPro ダメなところっていうのは基本的に GoPro って機能デザインがすごく下手くそです。例えば今回のビルトイン式のマウントアダプターマウントですよね、これってちょっとねアクションスポーツやる人から見ると怖いんですよね。以前 GoPro ヒーロー2か3が出た時にスキー板の先端に、まあ、GoPro つけて滑ってたんですけども、まあ、途中までいい映画撮れてたんですけども、なんかないなと思ってパッと見たらもうスキーから GoPro が外れてどっか行っちゃってたんですね。これちょっと今映せればこっちかな、映せればいいんですけども、まあそれの再現したものが確かね残ってると思うんで、それをちょっと見ていただくと分かるんですけども、まあ、たまたま探して見つかったんでいいんですけども、まあ、アクションスポーツって結構
ケーシング壊す、まあ、というか、まあ、アウントのアダプターのところ GoPro 壊した折るんですよね。でそういったところで考えると本体にビルトインされてしまうとこのマウントが割れた場合ちょっと怖いですよね。それと折りたたみ式なので、まあ、ヒンジ、まあ、蝶つがいみたいなものを使ってると思うので荷重負荷かけた時にある部分だけに負荷がかかって割れる可能性もありますよね。これ割れてもいいんですよ、すぐ交換できれば。だけど GoPro の悪いところで、まあ、DJI もそうかな、本体がリリースされた後にそういった細かいアクセサリー類って、まあ、3ヶ月からひどい時は半年くらいリリースされないんですよね。カタログに載ってるんですけども、まあ、そういったところを考えるとビルトイン式って一見いいように思いますけども、アクションスポーツを撮る方々にとっては微妙ですよね。まあ、他にもねちょっと気になるところはたくさんあるんですけども、まあちょっとフィルターがね今回交換式じゃなくなったっていう点もちょっといまいちですよね。というのが、例えばダイブハウジングに交換するときもう簡単ですよって言いますけども、ダイブハウジング使ってる人はダイブハウジングしか使いませんから、まあ、逆に言うとダイブハウジングのまま陸上でも撮影できるんで、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思います。それよりもプロたちが好むのはフィルターが交換できることを好んでるんですよね。まあ、後からリグつけてその前にフィルターをつければいいとは思うんですけども、まあ、その間にこう光が入るとかいろいろあって、まあ、直接フィルターってつけたいんですよね。できればレンズの目の前につけたい。そういったところを考えるとちょっと微妙ですよね。まあそういったところもあるし、ちょっとサイズ感も大きくなったりしてますのでちょっと心配なんですけども、実際5万円ちょっとで今だと32ギガか64ギガか忘れましたがマイクロ SD カードもついてくるということで、まあいいか悪いかどっちかなっていう感じですね。じゃあ実際買うかどうか迷いますね。なんでかっていうとオズモアクションの話に戻るんですけども、実は GoPro のマウント全て使えるんですよ。もうサクションカップも使えますし、まあ、カメラネジ用のマウントアダプターも使えますし、まあ、全てのものが使えるのでそのまま流用してます。まあ、そういったところから考えると GoPro 8どうかな、買うか買わないかちょっと難しいところなんですけども、もうちょっとしたら答えは出ると思います。まあ、今回もねドローンとは全く関係ない話なんですけども、ちょっと映像的にねアクション株っていうとかなり響くので一回ちょっと購入前発売前の仮想レビューしてみました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。